こんにちは。夏も半分終わりました。7月30日の朝4時28分の相場解説になります。まあ、昨日ね、レンジオプションを取りました。逆張りってやつですよね。レンジオプションっていうのは、まあ、一定のレンジ、幅を設けてですね、その間でチャートの値動きが上下するだろうという形で、上の辺、上底っていうんですけどね、上底に当たったら逆張りしてセルにかけて、下底に当たったら逆張りしてバイにかけるという形なんですけども、昨日は1回だけそれね、バイに跳ね返って、行くところが取れたんですけども、その次に、下に突き抜けてね、逆張りではなくてブレイクしていきました。ですから1回ロスカットを食らって改めて、セルで入り直したってことがありますけども、その辺から1時間からね、解説していきます。まあ、ですのでね、昨日はそのレンジオプションとブレイク、アウトブレイクを組み合わせたちょっとね、高度な技になってきました。まあ、1時間の方からご案内しますんで、こちらの方画面をどうぞ。はい、はい、1時間なんですけども、レンジオプションを決めたってのはどういうことかっていうと、上の赤い線がありますよね。繰り返し申し上げますけども、110円の030、そして下の線109円の695ですよね。これを上底と下底と言います。上底、上底ね。でこれが下底、下底じゃないよ、こうですね。上の底と下の底って言うんですけども、レンジオプションっていうのは下の壁に当たったらバイにエントリーしてここを取るって形ですよね。で、上の上底に当たったらセルにエントリーしてここを取るって形です。昨日はここだけが、まあ、うまくいきましたね。ちょびっとだけですけども、ここが取れて、あとは跳ね返ると思ったらここを突き抜けてね、ここを突き抜けて一旦ロスカットを食らいながら私は入り直したんですけども、セルの方に一気に突き抜けていきました。ですので、ブレイクアウトが早期に実現したってことになります。ね。同時にですね、これっていうのは、おそらくこういうことだと思うんですよ。振り返ってなんで恐縮ですけども、こちらのポイントを抜けたってことでしょうね、きっとね。まあ、ですので、このセルの勢いっていうのはある程度強いかなと思います。ということで、下落トレンドが、もう始まってるかなってことですね。もうちょっと早く見抜ければよかったんですけども、ここから始まった下落トレンドが、安値切り下げ、高値切り下げで、こういう風に作用してるかなってことですね。ここはちょっとね、戸惑っちゃいましたけども、こうです。全体的にはどうなるかっていうと、こういう風な値動きだと思った方がいいですね。まあ、ここからかな。ここから。こういうとこですね。高値が切り下がってるでしょ。で、安値も切り下がってるでしょ。ですんで、1時間は、これからはセルの流れが来るという風に決めて、今日と明日、今日だけか、金曜日だけですね、今日を過ごしていこうかと思います。じゃあ1日足から見ていきます。改めてどうぞ。あ、これ昨日ね、納車されたセルシオですね。昨日はあの30系の前期の5年前私が持っていた黒いやつをスクリーンでお見せしたんですけども、今日は白いやつですね、31です。はい、でこれがデイリーですね。デイリーではこういう風な流れが来ていて、上昇トレンドを持っていたんですけども、ここを突き抜けてね、上抜けたのかなと思ったら、まあ歴史のいたずらといいますか、今度は下落トレンドの方に入ったんじゃないかなってことですよね。先ほども下落トレンドに入ったんじゃないかなってことを申し上げましたけども、1日レベルでの下落トレンドに入ったかどうかっていうのは、このヒゲをね、どう抜けるかによるんですよ。だからまだ注意深く見ないといけないところですね。ヒゲをどう抜けるかですね。そして抜けたらここまでセルの方に一気に転じるというふうに考えられます。では4時間を見ていきます。4時間を見ているとこのポイント、それからこのヒゲのポイントがあります。今最初に作り上げたポイントは抜けたと言っていいでしょう。次はこのヒゲをね、どういうふうに過ごしていくかっていうふうな、この空間が非常に大事になってきますね。このヒゲをどのようにこれからね、推移していくのか、これを見守っていくようになります。4時間はだから判定が非常に難しくって、ここでレンジに入るかもしれませんし、そのまま下の方に突き抜けるかもしれませんし、ヒゲの勢いが未だに残っていてね、こっから跳ね返されるかもしれませんね、4時間。その他にはちょっと見えてこないんですけども、全体的に右下下がりですね、これもね。はい、じゃあもう一回1時間の方見ていきましょう。1時間の方はこうしてみると右肩下がりだっていうことが真っ先に目に飛び込んでくると思うんですよね。
で、それをさらにね、形作るものとしてこちらのヒゲを越えて下に下がっていって、こちらのヒゲを越えて下に下がっていくところがこういうふうにそれぞれ見て取れます。で、止まるかなと思ったところなんですけども、さらにね、ここを突き破って今下に行きました。ですので、このセルの流れっていうのは止まらないんじゃないかなと思います。だから今この瞬間からセルに入っても、まあ108円に向かってね、この値動きっていうのは進んでいくんじゃないですかね。一時期は115円とか120円をずっとね、連呼していた私ですけども、バイデンさんに代わってバイの流れがずっとありましたけども、それがね、あるところからセルの方向に向かってバイの方に行きかけたんじゃないかなと思ったんですけども、改めて修正を施して今セルの方に向かっているというふうに、今日の時点では結論付けたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はかなり見えたと思うんですけどもね、こういうふうに繰り返し繰り返し値動きを、新しい値動きができたと同時にまたね、一から補助線を引いてみるってことによって、だいぶ当初よりも形が違うものに見えてくるってことが大いにあり得るんですよ。本当にね、1日経つと全く別物に変化していますんで、まあ、そういう意味で言うとね、相場は魔物だと思います。本当に昨日まで天使だったものが今日から悪魔になるみたいなね、昨日まで女性だったものが今日から男性になるみたいな感じで、丸反対になるものも受け入れながら値動きっていうのはね、セルからバイに変わるっていう風な、この変わりの身の速さに私たちもついていかなくては勝ち続けることはできないですね。ずっとセルに違いないと思ってね、これは相場がおかしいんだと思い始めちゃう人いますよね。私の場合は判断がすぐ変わるのは、すぐに状況を見て、状況に合わせてるからなんですよ。だからこれが大事なんですよ。流れに合わせて自分の考えもスイッチしていく、切り替えていくってことですよね。まさに切り替えの連続でしか勝てないですから、バイだと思うからずっとバイに固執すると、私も何度かやりますけども、痛い目見ますよね。3度やられたみたいなね、3度連発でやられたらさすがにもう自分の相場解説を疑っちゃいますんで、そうならないように一旦撤退するなり、今度はね、思いはあるんだけども今までの前言撤回して一回クリアにして、見るのを相場を挟んで、そして新しくね、全体像を見て決めていくって、この繰り返しをやらなければなりません。その意味で、1日足を見たりね、週足を見たりするんですけどね。はい、じゃあ本日は以上です。